小宝妊活アドバイザーの山森です。今回は基礎体温の中でチェックしていただくポイントということで、低温期のポイントについて詳しくお話をしていきたいと思います。前回から基礎体温についてのお話をさせていただいてますが、今回は低温期のお話です。妊娠に向けて今の体の状態を知るというところはすごく大事なポイントになってきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。基礎体温、低温期、高温期というのがあって、今回は低温期のお話、生理が始まってから排卵するまで、まあ言えば卵を育てている時期になります。基礎体温、誤解されている方もいらっしゃるんですが、体温が高ければ妊娠しやすい状態の体、状態がいいというわけでは決してありません。低温期、高温期ともに大体目安となる体温というのがあって、低温期、まあ、名前に低温っていうのがつくぐらいなんで、あんまり体温が高すぎると具合が良くないんです。低温期の理想の体温というのは 36.2 度、これを目安の体温にしてみてください。なぜ 36.2 度が理想の体温になってくるかというと、アロマターゼという酵素が関係してきています。この酵素、簡単に言えば卵を育てるのに関係してくる酵素なんですが、こいつがしっかり働いてくれるといい卵ができるというふうに思ってください。こいつがしっかり働いてくれる温度、何度かというと、実は体温、基礎体温が 36.2 度っていう時に一番活性化されて働きが良くなるということは、いい卵も育つんじゃないかということで、理想の体温、低温期は 36.2 度というのが目安になってきます。基礎体温が低温期の時期に 36.5 とか 36.6 とか、まあ、少しこの目安の体温よりも高い状態の方というのは、体の中に熱が閉じこもった状態、うまく放熱できていない状態、放熱ができていない状態、うつ熱と言ったりとかするんですが、こういう状態、体の中にこもってしまっている状態というのはあまりよくありません。こういう体の中にうつ熱、こもってしまっているような熱を外に逃がせるような状態を作ってあげ、体温を下げることができたら、やはりいい卵、アロマターゼというのがしっかり働くことでいい卵ができるんじゃないかなというふうに考えます。また体温が36度、 6.5 みたいに高い人じゃなくて35度台とかというような方もいらっしゃると思います。このような状態の方も同じで、アロマターゼの働き、 36.2 度というところが一番働きがいいとした時に、ちょっとやっぱり低い状態だと働ききれてない状態、そういう方だと体温をしっかり上げれるように、熱をしっかり作れるような状態、こういう体作りをしてあげると妊娠に向けてプラスになっていくわけです。今回は低温期についてのお話をしていきました。理想の体温というのがあって 36.2 度ぐらい、これを目安にしてくださいね。自分の今の体温と比べてどうですか？ 36.5 とか6というように少し高めの方というのは、うつ熱、体の中に熱がこもっているような状態ですよ、そこを外に逃がせるような状態、体作りしていきましょうね。体温が逆に低い人、35度台というように低めの方、これも同じようにアロマターゼ、しっかり働きができていない状態かもしれない。体温がしっかり上がるように熱が作れるような状態を作ってあげる。そうすると妊娠に向けてプラスになっていく。低温期、このあたりを少しね、自分の体の状態と照らし合わせていただいて、妊娠に向けての体作りしていただけたらと思います。